ですね、これ下見ていただくと分かる通りにですね、車実際タイヤが回れば進むんですけども、そのタイヤが転がらないでこういう定置型でじゃあいかに車の運動を再現するかというのが一つの、技術になっております。で、特徴としましては、下の動揺装置が動くことによってそのドライバーさんが加速度を感じることができるんですね。で、教習所っていうのは、定置型っていう床に置かれた状態ですので何もアクションがドライバーさんにはないんですけども、こういう動揺装置があることによって振動を与えることによって本当に実際に運転しているという模擬を運転者に与えることができます。ブレーキを踏むと前のめりになって加速するとこう後ろに、そういう動きをこの下のモーションがで再現しています。いわば災害地のこの東北にこういうのを設置した一つの目標としましては、やっぱり皆さんあの原則徒歩で逃げるというのが原則なんですけども、やはり車で逃げてしまう、ただ車で逃げてしまうと結局皆さん同じ考えですので渋滞が起こってしまってそこで逃げられないという現状がありますので、こういうシミュレーターを使いまして、じゃあその時にドライバーさんにどういう提示をしてあげれば安全な場所でしかも交通流を分散させて逃がすことができるかとか、そういうものに生かしていければと思っています。このシミュレーターの大きな目標としましては、車の避難運動という避難訓練というのが一つの大きな目標ですので、いろんな方に乗ってもらって例えば災害時の状態を再現しまして、その時にじゃあこう逃げてくださいといういろんな方に乗ってもらう、そういう目的があります。要は一度その運転者の方にですね、こういう避難をしていただくくださいというふうにこれで訓練していただければ、実際にその災害にあった場合はその時は思い出していただきまして、行動を取ってもらえるんじゃないかというふうに期待をしております。こちらのシミュレーターはですね、今東北に要は地震があった地でこういう装置を構築しまして、ここで得られた知見をですね、今後日本のどこかで起きる地震に対して事前の評価を行いまして、そこに事前の評価を行うということはそれが防災につながりますので、東北から地震に対する減災を発信できるかというふうに期待をしておりますので、この得られた知見をですね、皆さんに提供できる日が近く来るかと思いますので、ご期待ください。